とベンチまだ少し空いてるとこありますので、今来たお友達もね座って見ていってください。じゃあ千葉ロッテマリーンズ本日は、仙台の方で試合をしているんですが、明日明後日はホームここロゴマリンスタジアムに帰ってまいります。そちらの試合のご案内をしたいと思います。まず明日10月7日日曜日は福岡ソフトバンクホークス戦18時プレーボールです。こちらは根本選手の引退セレモニーも予定されておりますので、皆さんぜひぜひご来場をお待ちしております。そして10月4日月曜祝日、こちらも福岡ソフトバンクホークス戦、14時プレーボールのデイゲームです。こちら実はチケットが残りわずかとなっておりますので、どうしようかな行こうかなと思っている方いらっしゃいましたら、ぜひお早めにチケットを押さえていただければと思います。こちらは岡田選手の引退セレモニーを予定しております。そして、今シーズンの最後10月の13日土曜日、東北楽天ゴールデンイーグルス戦14時プレーボールとなっております。こちらが何でも笑っても今シーズンこのマリンスタジアムで行われるホームの最終戦です。ぜひ一人でも多くのマリンズファンの皆さんにお越しいただければ嬉しいなと思っております。どうぞ最後まで熱いご声援をよろしくお願いします。どうしてもね今シーズンちょっと3日間都合が合わなそうだなっていう方は、気持ちを温めておいていただいて、ぜひ来シーズンまた皆さんと球場でお会いできることを楽しみにしています。マリンズファンの皆さんはもちろん、こうやってね今日お会いしたお買い物にいらしている皆さんも何かのご縁ということで、これからはぜひぜひ千葉ロッテマリンズの応援をよろしくお願いします。さあそれではダンスショー、戻ってまいりましょうか。